この芽を出してやれば、はい、もう来年もの、みかんができるっていう感じなんで、はい。はい、この実と芽のバランスをとにかく剪定で調整してやるっていうのがですね、はい。立ち枝、立ち枝っていうか、こう、まっすぐ伸びた枝を、はい。上に邪魔になるから、こう、切れっていうのが、はい。間引き剪定っていうんですけど、間引き剪定。剪定をしなさいっていうのが普通なんですよね。はい。はい。枝を立たせる。はい。基本的に。だから全部、ここら辺も、はい。まあ、このぐらい来れば、まあ、いやまあ、上等かな、うん。はい、どうもこんにちは。ケンユです。今日は長崎県の西海市に遊びに来ました。イエーイ。やってきました。やってきました。お願いします。ちょっとお馴染みの守さん。はい。端からですけれども、守さんに紹介していただいて、今回は羽田忠則さんの園地に、みかん園地に遊びに来させていただきました。非常に美味しい、みかんを作っているということを噂を聞きつけてですね、守さんに紹介してもらったんですけれども、まあ、今回はみかんの作り方とか、まあ、どういうふうに美味しいみかんができているのか、で、この時期の、まあ、剪定後の様子とか、この辺をちょっと教えてほしいなと思っております。今日よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。で、ちょっと昨日一緒に飲ませてもらって、まあ、まあ、意気投合してるんですけれども、ちょっとターボーと動画の中では多分ターボー呼んでおります。はい。ターボー。ちょっとターボー自己紹介、もらっていいですか。はい。佐世保市で、みかん作ってます。羽田忠則、通称ターボーですね。農家始めて16年目になるんですけど、始める前に平田さんのところにちょっと研修に行かせてもらって、それからのお付き合いということで、はい。はい。今日、こういう形になりました。健佑くんのおかげでありがとうございます。なんと、守さんの結構再生数が回っている動画を、うん、ターボー見ていただいて。そう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 。で、あれ僕の動画に守さんが出てるっていうことで16年前に研修行ったところでっていうことで、まあなんとこの動画をきっかけにちょっとしたつながりがあったっていうことでですね、うん、僕もすごい嬉しく思います。ありがとうございます。本当ありがとうございます。守さんもありがとうございます。いや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 、これは何もしとらんもんね。本当ミラクルですね。昨日の夜もミラクルやった、はい、美味しかったですね。美味しかった。はい、ありがとうございます。もう本当にということで、今回は非常に楽しい一本になっていると思います。ぜひ皆さん最後まで気を抜かずに見てください。それではどうぞどうぞどうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。園地広いですね。そうですね、ここから3箇所が一応自分の畑なんですけど、はい、3箇所、はい、こう駆け上がりですね。おお。ここから和製、佐世保温州、極和製って一応バーって、おお、まあ、ね、佐世保温州の葉っぱの色が、佐世保温州和製って何のみかんですか。和製は宮川、宮川、うん、宮川ですね。うちが宮川結構多いんで。はい。これ宮川。これ宮川。宮川。はあ。僕はさ、日南ですね。日南。もう品種。いや、またほら、日南。あたくんなんて言う日南のこと。え、日南じゃないですか。日南。はい。日南じゃなかよね。え、日南でしょ。あ、ほら。はい。日南。2対1だ。はい。そうですね。僕が間違ってません。間違いじゃない。はい、インストネーションが。はい。間違いじゃないよ。4文字、最初上がりがちなんで、僕。はい。いや、でも、めっちゃ横目ので飛んね。そうですね。ね、すごい。毎年ここはこんな感じで目は吹くんですけどね。はあ。やっと安定してきたかなと。おー、なるほど。今見ればもっと剪定してよかったのかなって思いはするんですけど。うん、葉っぱの出るけんね。そうです。結局休養が残ってね。そうそうそう。いや、もう園地も広いですね。この。
道沿いにあって。だってこれもまだ5倍ぐらいあったよ。そうです ね。あとちょこちょこはあるんで、はい、うん、どんぐらいはあるんですけど。どんぐらいですか。全部で2ヘクタールぐらいなんで。2ヘクタール、うん、だからまあ、はい、みかん農家として大きいかって言われれば、はい、まあそこまではないと思うんですけど。みかん農家さん2ヘクタール大きいか大きいか大きくないか微妙なんですね。あ、いいですよ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。本当に微妙なところですね。2ヘクタールにしては収量はそこそこ上げてる方かなっていうふうには思ってますよね、うん、はあ、どんぐらい取れるんですか。毎年というか75トン前後ぐらい。75トン前後ね。でも、あ、その配食してまだなってない畑とかも2ヘクタールの中に入ってるんですけど、はい、まあそれでも75トン前後、今年は80トンかもしれない。あ、マジっすか。はあ、なるほどですね。これは春芽ですもんね。うん、そうです、そうです、そうです。この春芽もめちゃくちゃ出てますね。この芽を出してやれば、はい、もう来年ものみかんができるっていう感じなんで、はい、はい、この実と芽のバランスをとにかく剪定で調整してやるっていうのがですね、うん、はい、それだけですね。それだけですか。みかんの栽培はそれだけですか。もうそれが一番大事かもしれないですね。春芽が、まあ、色がなんか明るいんですごい分かりやすいです ね。春芽が出てたらこの時期はよく分かりますよね。はあ、どうやってこれ出すんですか。剪定の、はい、剪定の仕方によると思うんですけど、はい、いいですか、教えてもらっても。お、これもまた電動ですね。今年から買ったんですけど、ま、守さんと一緒ですね、電動。上等、上等。ただ見せたかったわけじゃないです。これは、マキタですか。マキタです。ああ、新製品のマス。もう使いやすいんで、ぜひおすすめ。ああ、はい。はい。問題ない。最初はちょっとしにくかったんですけど、まあ、左利きなんですか。うん、最初はなんかちょっとクリってなったり、なるほどね。だ深く切るときも、ちょっと切るときもちょっと出たりはするんですけど、まあ、慣れてしまえば角度によって。はあ、ね、右利き用のやつは左で使ってるんですね。そうです。本当は右の方が多分刃の食い形的には使いやすいんですけど、はい。まあ、昔からこっちのハサミからもうずっと左で使ってたんで。あ、そうなんですか。もう左では慣れたもんですよ。おお、なんかそれもかっこいいですね。かっこいい、かっこいいかもしれない。洋服の色とマッチしてるんですね。そうですね。洋服も帽子も全部合わせてる。本当ですね。巻きたカラーじゃないですか。はい、地味な、地味なね。回し物かもよ。いや、もう、守さんの中でも巻きたカラーっすよ。もうそうですね。巻きた宣伝動画ね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。剪定のちょっとごめんなさい。あの、春芽を待たさせる。剪定を。方法なんですけど、はい、大体、みかんって、その、立ち枝、立ち枝っていうか、こう、まっすぐ伸びた枝を、上に邪魔になるから、こう、切れっていうのが、はい、間引き剪定っていうんですけど、間引き剪定をしなさいっていうのが普通なんですよね。はい。間引き剪定っていうのは、こういう立ち枝、はい、これを、下からこう切りなさいって。これがもう強すぎるから、はい、こういうのは、いいみかんがなりませんよ、みたいな、って言われるんですけど、はい、この立ち芽に、やっぱり強いから、その、春芽と、実は同時に来るって思ってるんですよ。はい。だから、この立ち芽を浮かすために、例えば、何て言っちゃうの？この下から、ここだったら、こう切り上げていく。はい、細かく切り上げていって、はい、枝を立たせる。はい。基本的に。だから全部、ここら辺も、はい。あ、なるほど。じゃあ、さっきの立ち枝を切らずに、生かす。生かす。生かしていく。これだったらもう、はい、この枝を生かしたかったら、はい、こっからこう、もうこういう感じで生かしていいです。あー、はい、切り上げ剪定。そう、それで、ここから芽を吹かせてやれば、はい、芽と花が来て、はい、で、来年も、その芽から新しい実がなる。あ、そうなんですか。守さんと一緒じゃないですか。一緒じゃないですか。もう説明ベタで本当申し訳ないんですよ。ターボ、ターボ、この剪定を独学で行き着いたんですか。そうですね。もう独学してて考えてるうちにこういう感じになっていって、はい、自分ちょっとキュウリも作ってるんですよね。はい、で、キュウリの仕立て方がこれにちょっと似通った部分があるんですよ。はいはい。で、キュウリしてるうちに、これみかんでも応用したら多分、はい、芽と花のバランスがちょうど良くなるんじゃないかなって思って、はい、で、そういう風に行き着いて、はぁ、勝手にしだしてるっていう感じです。そうなんですか。はぁ、はい。だから大体こう、ね、間引き剪定でこう段を作っていくとかいうのがあるんですけど、はい、自分はその切り返して段を作っていくっていう、はい、上に上げて上げて、
で、あ、そうなんですか。これが全部下が、もうなったらこう下がってきて、最終的にもう、はい。いい感じのみかんができるんで。マジっすか、ま、一緒じゃないですか。マモルさんと一緒じゃん。いや、一緒っていうレベルじゃないですよ。ないですけど。はい。もうまさに。強い枝と弱い枝の違いというか、特徴とか、この辺のこと少し聞いてもいいですか。強い枝、弱い枝。はい。だってこういうのがほら、下も、もう最初からさ、そうそうそうね、下向いとる剣が、うん、はい。こういうのがね、もうこういうのはもう外していいんですよ ね, ね, ね。これは、うん、弱い枝というふうに言う。弱い枝やし、ここからてもし、ね、やったらここから切って、うんうん、切り返して、もう一回吹かせてもいいし、はい、っていう感じ、はい、で、どうしても自分でここに枝が欲しいっていう時は、はい、剪定の時に引っ張ってくるんですよね。はい、紐で。あ、こういうふうに。ああ、ほんとですね。めんどくさいんですけど、はい、なるほど。めんどくさい作業ですけど、その切り返しと同じと思って、これ枝引っ張って上に上げるんですよ。はい。もうこれやっとけば、はい、収穫の時も使うし、はい、うん。で、引っ張った上で固定できたら、今度この高さで切り返してやれば、はい。またこう上に上がって出てきますか。はぁ。真偽ですね。もう、いやいやいや、はい、こんな感じですね。へぇー。これ、もう全部下がってたんですよ。ほんとですね。上に上げてますね。うん、上に上げて、で、多分、はい、来年は多分ここら辺から切り返すんですよね。はぁ。もう剪定の時にそれ全部やってしまえば、はい、あとはもうなるほどですね。この時はもうほとんど。でもやっぱりこの春芽の出とっけんさね、こうもさもさね。そうですね、もさもさになってるんですね。はあ、結構切ったべやろにね。結構切ってるんですけど ね結構切ってもね、休養残っとっけんね、うん、そうそうそうです。これ切るタイミングは何月頃ですか。やっぱり人それぞれあると思うんですけど、はい、自分はだいたい2月から剪定に入り始めて、はい、芽が吹くのが4月に吹くんですけど、はい、これまでには終わらせたいなっていう。そうなんですね。そう、冬の管理が、はい、うん、みかんなんか花が咲いてからいろいろこう花を見ながらとかいうのも多分それもそれでいいと思うんですけど、はい、まあ、自分キュウリの兼ね合いとかもあるんですけど、かなり早めに剪定入るってことですね。もう毎年同じ剪定をずーっとして、はい、その時期に入って、はい、もう慣れさせるって木を慣れさせるっていうか、はい、なんかみかんの木、周りのみかんの木を見ると、うん、この園地とかじゃなくて、なんかこの新芽が出てる木と出てない木がちょっとバラバラだなって思うんですけど、うん、やっぱ出てない木はあんまり良くない。そうですね、出てない木はやっぱり良くないっていうわけじゃないんですけど、はい、うちもそういうのは、まあ、あることはあるんですけど、出てなかったらやっぱ確年結果しますよね。で、来年、はいはい、もう芽が出てない時点で、はい、来年はみかんがもうならないっていう確率が相当高いんで、はい、できれば芽と花を同時に吹かせれば、はい、確年結果しないっていう。確年結果しなかったら絶対に美味しいみかんができると思ってるんで、うんうん、あ、そうなんですね。いやー、なるほどですね。なんか大体マモルさんに教えてもらったこと、同じこと。はい。はい。なるほどっすね。一緒やと思って。本当ですね。はぁ。みかんの、はいはいはい、この花とか果実の作業で、はいはいはい、摘果とか、うん、なんか落とす作業とかってあったりするんですか？あ、摘果はします。6月中旬ぐらいから、摘果には入るんですけど、はい、まあそこでも、やっぱサイズはもうきっちり揃えなくて、そこで負担、ね、ちっちゃいみかんばっかりしたら、次の年にもう負担がかかりすぎて、はい、今度また芽が吹かないとかいう状況になってくるんで、はいはい、やっぱ大事なポイントだけは、抑えるようにはしてますね。あ、そうなんですね。摘果とかだと、はい、なんかどういう基準で落としたり選んだりっていう感じでされるんですか？サイズが決まってるんで、はい、目安の。で、それより小さいやつとか、はい、傷ついたやつとか、はい、同じところから2個なってるやつ。ああ、なんかサクランボみたいになってますね。そうそう、サクランボみたいなやつは、できれば養分が競合してどっちもちっちゃくなるんで、はい、片っぽにこう落としてやるとかですね。あ、そういうことですか。うん、上を向いてる方をちょっと落としてやる、はい。この作業も大変ですね、すべての木で。この作業やっていくのが。で、はあ、特にその、芽が来てなくて、はい、あの、実ばっかりなってる、はい、もう、みかんの木は、確年結果する木は、はい、その摘果作業がもうほんと大変になるんで。結構するんですか、そういう木も。もう結構ハマってしなくちゃいけないんですけど。はい。結果は、君が、肌くんが一人じゃなくて。いやいや、もうみんなで。あ、家族で、うん。みんなでしますね。
作業は何人ぐらいでされるんですか？作業は大体鉄火は3人ぐらいでするんですけど、はい、まあでも3人、キュウリもあるんで、はい、完全にはまってするっていうことはなかなかできないんで、はい。まあ、でも一応3周？鉄火は1周目、2周目、3周、3周は回るようにしてますね。そうなんですね。大変ですね。いや、鉄火はもう6月から9月いっぱいぐらいまでするんで、はい。まもるさんも鉄火されるんですか？あ、するする。あ、じゃあもう一緒なんですね、そこは。ここはね、うんうん、まあどうしたってその実箱を選んでいく作業なんで、はい、他はもう必ず千葉かなっていう感じですけど。あ、そうなんですね。ちょっとぐるっと、ま、回らさせてもらってもいいですか？上から上がっていって、はい、あっちの佐世保温州とかも、佐世保温州は去年はうちもちょっと張り込みが少なかったんで、今年ちょっと花の色がいっぱいつけてきて、ちょっと芽も少ないんですけど、この木は春芽が少ないんですか？そう、少ないですね。はあはあ、ちょっと去年あんまりならなかったんで、はい、ちょっとバランス崩してしまって、特に去年がひどかったんですね。はい、ちょっとバランス崩したんですけど、まあ、最低限こんぐらい出とけばよかかなっていう。はあ、うん、本当春芽が出てるのと出てないのはちょっとはっきりわかりますね。あの、この真ん中の傘ですいませんけれども、そう、あれあんま出てないですよね。 ああいうのがあんま出てないんで、もう近寄ったらそのもう実ばっかりっていうのがもう分かるんです、分かるんです、ね、はあ、もうなんかみかんの見る目がプロになってくる。なんでこういうちょっと春芽が吹いてる方がいい。うん、このぐらいはほんとちょうどいいぐらい。うん、さあこれ10割目指せたら最高っすね。もうそしたら剪定でちゃんと調整できれば、はい、摘果も楽になるし、はい、収穫も楽になる、もう管理が全て楽になるんです、はい、この春芽はもう、うん、剪定がウエイト占めてるんですかかなって自分は思ってますね。だからその冬に自分陽明散布いっぱいするんですけど、はい、その陽明散布は全部剪定のためにしてるようなもので、はい、うん、剪定でこう目と鼻をコントロールできるんじゃないかなと思って。あ、そうなんですね。やってるんですけどね。どう非売管理とかで出るとか出ないとか、ああ、なんか乾燥ストレスとかで出るとか出ないとか、そういう関係とかはないですか？ストレス、前の年のストレスで、出ないっていう可能性は結構高いんですけど、はい。はい、植物ホルモン自体は流れてるんで、はい。それをいかに活かしてやって、根を浮かせるかっていうのは、うん、やっぱその剪定と剪定する前の木の状態をいかに高めてあげるかっていう。うんうん、はい、のかなっていうのに行き着いて、はい、一応剪定だけはその慎重に、はい、うん、するようにします。冬の管理だけはちょっと大事にしようかなと思って。ああ、費用自体はもう、うん、一昨年ぐらいから3分の2ぐらいまで減らしたんですよね。3分の1も肥料はやらなくて、はい、秋にやってる肥料が本当に効いてるのかなと思い出してから、はい、うん、だからもう必要以上にその肥料もやらなくていいのかなと思い出してですね。だから肥料を減らすっていうのはめっちゃ一緒ですね。あ、本当ですか。守さんと、はい。肥料減らしてもこの色をよ。いや、本当っすね。はあ。伝わってくるね。本当っすね。みかんのパワーがね。めっちゃ美しいっす。ね。緑が全部出てますね。佐世保温州自体色は濃いんですけどね。そうね。めっちゃ美味しいやつですね。今年は特に佐世保温州は、芽が来ないで、うん、もうひどいっては言われてるんですけど、うん、まあ、このぐらい来れば、まあ、いやまあ上等かな、うんうん、去年の結構冷え込んだじゃないですか、はいはいはい、全国的に、はい、その影響で来ないっていうやつですか？去年が九州地方が、うん、特に裏年がひどくて、はい、実がならないっていう、もう実がついてないっていう、あ、そうなんですか、うん、のが多かったんですよね、はい、うん、だから生産量も、うん、いつもよりもう全然少ないっていう方が多くて、はい、ただそのならなかったらその分負担がかかってないんで、はい、次の年にもうめちゃくちゃなるんですよね、はい、うん、だからそれが隔年結果 で特に隔年結果ひどい年やった。あ、そうなんですか。だから今年は、はい、表年じゃなくて超表年、あ、マジですか、みたいな感じで、はいはい、もう花もう実ばっかり芽が来てないっていうのが多かったみたいですね。あ、じゃあこの花と芽のバランスが花になってしまってる年っていうことなんですね。そう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 、ってことはもう力いってみたいな、それが繰り返されると、ってことは来年は超裏年みたいなのになりません？もうそういう感じになってくるんですね。だけどどん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 軌道になってくる。春芽がね、うんうん、春芽がないっていうことは去年のはいなっとらんっていうこと、
はーい、ね、そしたら加工紙からね、加工紙から春芽が出るっていうのが、うん、出てないっていうことは、ね、去年なってなかったっていう、はい、あ、そうなんですね。いや、この隔年結果を防ぐ技術っていうのはすごい重要っすね。うん、いろんな防ぎ方あると思うんですけどね。はい、うん、剪定だけじゃなくてあると思うんですけど、うん、今のところあの切り上げ剪定のようなやり方が、うん、まあ、効果的じゃないかってことですね。そうですね、自分はそう思いましたね。これも極わせなんですけど、極わせ、日南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 、極わせね。日南一号、はい、日南一号ですね。はい、はい、いいよ、ありがとうございます。確認結果が少ないって言われてるんですか。そうね、早収穫するけんね、はあ、だ、品種によってもやっぱあるんですね、その確認結果しやすいやつとしにくいのが。ちょ、作りやすいって作りやすいんじゃないですか。作りやすいですけど、やっぱその収穫した後回復期間が長いんで、はい、回復しやすいんですけど、やっぱ収穫期間が早いんで、味的にはこっちの佐世保の種と比べたらもう、はい、劣るっていう感じになると思うんですけど。あ、そうなんですか。うん、はあ。さっぱり系。さっぱり系。みかん始まりましたよっていう。はあ。あ、みかんのじゃあ合図みたいな感じなんですね。スターターみたいな。はあ。でもまだ年数があんまり12、3年とか。そうか、もう10年ぐらいですね。うん、10年。あ、じゃあまだバリバリな木なんですね。バリバリ、そうですね。はあ。今からね、どん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 。うん。おー、マルチを張るタイミングっていうのはいつですか？マルチはだいたい1回目の鉄火が終わったら張り出すんですけど、はい、極わせだったらもう7月前ぐらいから張りますね、はい、なるほどですね、うん、で徐々にお盆までに全部のみかん園のマルチ張れればいいかなっていう感じではあるとですけど、はい、はあ、やっぱ糖度を上げるとか、そうですね、そういった目的がありますか？で糖度を上げて水を入れないっていう、はい、感じなんですけどね、うんうん。なんか他にも目的とかあったりしますか？なんか反射して、はい、あ、この白い大陸、うん、色がつきやすいとかあるんですけど、はい、うん、害虫が寄らないとか。はいはい。スリップスとかはね。確かにスリップスとか。ね、結局上と下のわからんことなんてね。はあ。でないかな、それは。確かに飛べなくなるとか言いますもんね。うん、なんかね、言うよね。お腹から光が当たって。うん、あ、その意味合いで白を使われるんですね。そうですね、反射光みたいな。はい、大体もう柑橘農家さんってマルチは白ですか？マルチ白ばっかりですけど、そのマルチを畑全部にしてるっていうのはどうなんですかね。長崎は結構多いと思うんですけど、はい、やっぱ場所的にちょっと傾斜地にあるところはマルチをしにくいとかいうところもあるんで、はい、ああ、はいはいはい、全てのみかんの人たちがそのマルチしてるかって言われれば、うんうん、してない人の方が多いかもしれないですね。そうなんですね。マルチも資材高騰でもどんどん高くなって、はい、ああ、きつい。高級品なんですね、うん、はい、確かに。もうだってタイベックは手に入らんやったり。そうそう、ね、何年ぐらい持つんですかね。大体3、4年って言われてるんですけど、はい、もうそう、コロナの時期になってマルチが手に入、このタイベックマルチが手に入らなくなって、はい、防護服と一緒の素材なんですよ。はい、はい、だから防護服の生産の方に声が回って、はい、マルチがないっていう状況も。マジっすか。貼りたいのに、ね、はい、それにはないよね。うわ、そう言われたらですね、材料不足で、コロナって言われたらもうどうしようもないそうだね。コロナでみかん農家さんが苦しんでたんですね、裏側では。まさかそんなことがあるなんて思いませんもんね。そう、コロナでね、高くなったじゃなくてないって言われたらもう、うん、やっぱ全然マルチタイベック貼ったら味質って全然違いますか？そうですね、キメがなんか粗くなくなるっていうか、はい、つるんとしたみかんになるっていうか、はいはい、なるほどですね。大事ですね、そしたら。そうですね、はあ、これも結構春芽が出てるような感じがありますね。これは極わせですけど、まあバランスは結構いいのかなっていう感じですね、うん、最高だね、はあ、このぐらいがちょうどいいかなっていう感じで、いや、葉っぱの方がね、すごい、ね、うん、葉っぱも太かし、うん、色もちょうどいいぐらい、うん、本当ですね、うん、はい、あんまり残さないんですけど、もうこういうの残したり、はい、なんか葉っぱがある程度ちょっと少ないところもあって、なんか日が入りそうですね、うん、もう剪定日が入るのと、はい、防除するときにちょっと薬がかけやすいっていうのもあって、はい、やっぱほかしとかないと、はい、管理はしにくいですよね、何にしても。はあ、これ結構ねいい感じのそうですね、あの密度っていうか、うん、
このぐらいちょうどいいですけど、うん、だけど枝も剪定する時も、はい、こう縦のラインは結構大事にしてて、はい、そこから横にはみ出した枝を切ってからこう光が入るように伸ばしてるんですよね、はい、だから枝をまっすぐこう伸ばしてきて、うんうん、ここで切り上げっていう、あ、そうなんですか、感じですね。ああ、じゃあ一本かったらね、はい、ちょっと薬も光も入らないんで。なるほどですね。なんか品種によって変えてるんですか、それとも全部こういう感じで。最初はその変えてたんです、変えようかなってしていろいろ試してたんですけど、はい、もう結局みかんの木全部同じように切り上げ剪定しても、うんうん、全部その目と鼻が吹いてきたんで、はい、もう全部統一してやってますね、はい、あ、そうなんですか。同じ、もう全部同じやり方です。全部一緒のやり方で、うん、はぁ、特に佐世保温州とかはなんかちょっと切り上げは荒いんじゃない、はい、荒くなりやすいんじゃないかとか、ちょっと樹勢の強かったりする件って言われてるんですけど、はい、まあ今のところ切り上げ剪定しても問題なく防御が上がってるんで、はい、はい、確かになんか樹勢っていうか木の勢いがなんか強そうな感じしますね、うん、強い。とにかくね、目数も多かしね、本当ですね、鼻もいっぱい来るし目もいっぱい出る、はい、歯も細かいっていうか ちっちゃいですね、歯の密度がですね、うん、はい、ぐしゃってなるとね。ほんとですね。伸びらんでね。うん。はぁ。数が多いけんね。それで花もいっぱい来て、はい。養分競合っていうかね、芽があんまりもいっぱい出すぎて、うん、ちょっと花落ちしやすいとかね、生、うん、理落下しやすいとか。はい。だから、こういう、この肌くんの佐世保群衆のこのバランス。はい。はもうね、ちょうどよくぐらい多分止まる状況になるよね。ね。この園地の木の中で言うと、はいはい、どの木が、春芽とこう花が来てベストなこうものですか、選ぶとしたら、強いて選ぶとしたらもう本当ここら辺、はい、ここら辺、あ、この木、はい、がちょうどいいんじゃないかな、うん、あそこの木はちょっと芽出すぎかなっていう、はいはい、ね、あれはちょっと出すぎ、ね、あ、確かにあれ結構春芽がすごいですね、うんうん、だけど、ね、ちょっと確認結果ってまではいかもけど、ちょっと芽出すぎですよね、うん、はあ、出すぎってのもあるんですね、ちょっと少ないっていうかな、ちょっと近くでいいですか、うん、向こう対照的やもん、この時期の木ですごい分かりやすいですね、うん、あ、じゃああれを目指したらいいんですね、あのぐらい、うん、もうちょいね、もうちょい、もうちょい、ね、もうちょい、うん、あ、でもこれは出すぎなんですよね、これ出すぎですね、そう出すぎとかもあるんですね、うん、だ、佐世保群衆とにかくね、はい、いっぱい出る件がする、はい、数がね、これ少ない、そうね、じゃあ花が多いっていうことなんで、うんうん、一番いいんで、確かに実がすごいですね、うん、なんか見えます ね、あのぐらいがいいかもしれない、あとこの辺の、この これですか、うん、あ、そうね、うん、あ、確かに、そう、めっちゃ綺麗ですね、うん、気をつけてくださいね、はい、ガタガタしてるやけんが、はい、わあ、本当や、すごいな、目が上に吹き上がってる感じがですね、はい、このぐらいがちょうどいい、はい、こっちの方が光合成能力がやっぱ高いんで、あ、そうなんですか、うん、だから新芽をいっぱい吹かせれば、はい、やっぱ光合成でその実の糖度とか大きさも管理しやすくなるんで、はい、いかにこの新葉を新しい葉っぱを吹かせるかっていうのはそういうのも大事なんですよね、はあ、これが今年出てきた枝、そうですよ、ですよね、佐世保温州でこのぐらいの加工品出せればもう、はい、上等ですね、最高ですか、大体佐世保温州加工期が短いんですよね、ここまでが去年の、そうです、伸びた枝、ここで収穫してるんですね、して、うん、ここで止めて、そうです、こっちから新しい新芽が出てきた、こういうのもここら辺で多分剪定してるんですよね、はい、下か、あ、剪定したら、はい、ここら辺で剪定したら、はい、こっから吹き上がってくるっていう、はあ、ね、いや、もう一緒っすね、はい、もうなんかやっぱ嬉しい限りです、うまいみかん、うまいみかん作る人ってあれっすね、もう俺の方が嬉しい、もうなんか聞いたことあるなみたいな感じの本当に、はい、勉強になりますわ、でもこれ習わずにここに行き着くっていうのは、うん、なんかすごいっすね、うん、そうっすね、あの、昔じいちゃんには習ってたんですけど、はい、本当にトータルで、じいちゃん以外の人に習ったのをトータルで言ったら、2、3時間ぐらいしかないんですよね。ああ、そうなんですか。あとはもう自分でもう、最初は本当一本の木に1時間ぐらいかかるぐらい、はい。剪定してたんですよ。はい。でもうあとは慣れしかないなと思って、ずーっと、はい。しながら考えながら、
結局一人でしたらもう次の年結果わかるんで、はい、あとはもういろいろ試しながらっていう感じですね。なんか最初とかこの辺とかバッサリ切ったりしたりもしたんですか？切ったり、はい、一番最初にしてたのが、はい、あの先の目、はい、先の目をちょこ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 細かく切ってたんですよ。あ、はいはい、減らそうとして、はい、先をいじったら、はい、なんていうのかな、その芽が出たり出なかったり、その受精がなんかもうおかしくなって、はい、余計確認結果がちょっとひどくなってきたりしたんで、はい、先をいじるんじゃなくて、そのもう思いっきり ここは残したまま切り返すか間引くかっていうところをしてやって、うん、ここに実をある程度固めてやって、はい、固めたい、大きくなって下に落とすっていう感じがいいのかなっていう。はぁ。もう先の間ばっかりちょこ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 やってたら全体的になんかもうまだらになってくるんで、はい、ある程度実を固めて切り返して落とすっていうのが一番いい方法で剪定も早くなっていくんで、うんうん、簡単なんで。はいはい、うん。確かになんか最初の初見の方って先ばっかなんか短縮させそうな感じのイメージがありますよね。こうパチパチ切ってしまって。そういうやり方も多分あるんでしょうけど。はい。うん、もっと簡素化できるんじゃないのかなと思って、簡単とりあえず簡単にしたかったんで、はあ、だって全部立っとるもんね、枝がね、うん、この剪定方法とかだったら剪定時間どうですか、結構短いですか？一本の木に多分5分とかぐらいですかね、はい、もうあの寝てる枝を切り返して、はい、でも枝は大体その場所は決まってるんで、はい、切り返すだけです。あ、そうなんですね、うん、早いですね、5分だったら。本当簡単だと思います。はあ。わ、すごいな。この切り方ってちなみに結構メジャーだったりするんですか？それともあんまりいないですか？